ヤッホー、今日、ヨークセントジョン大学の大学生の Google 翻訳に関する意見を聞いてみたいと思います。宿題とかをするときに Google 翻訳を使ったことがありますか？あります。正直ですね。はい。うん、あります。単語がわからなかったので、一つ単語を調べました。使わない。使ったことないです。ないですか？本当ですか？はい。全然、何言ったか嘘つけ。使ったことない理由は何ですか？英語を勉強する上で自分の頭でセンテンスを作るっていうのはすごい自分にとって大事なことだなと思ってるんで、 Google 翻訳を使わないで辞書で調べたりしてセンテンスを自分で作るようにする。ですから、はい、その代わりに何を使っていますか？例えば、はい、が言いたいことを英語で言えないなら、うん、どうやって正しい言い方を見つけるんですか？基本的には電子辞書単語を調べて、そこに時々そ例文が載ってて、うん、その例文の使い方とかを見て、ああこうやって使うんだなっていうのを見たりして使う努力をしています。辞書みたいなアプリの方が使う。どんなアプリ？ウェブリオ。ああ知ってます。ウェブもいっぱいある。 Google 翻訳のいい点と悪い点は何だと思いますか？すごい、もう本当に手軽で、もう5秒以内でも出てくるので本当に早いし、単語だとミスは少ないと思うんですけど、長文になると変な風になっちゃう。どんな風？文法がまずこぜっていうか、ちゃんとした文法、文章の順番とか、順番がやっぱりちょっと変だったりします、うん。誰でも使えるから、英語ができない人でも日本語ができればいろんな言語に、例えば知れない言語、例えばフランス語とか、よく見る特徴は何だと思いますか？例えばイギリス人は英語から直接に日本語に Google 翻訳したらどんな感じ思いますか？句読点とかの場所が変だったり、まあ、カンマとかなんかそういう区切りが変だったりとかするので、ちょっと読みにくくなったりします。でも単語だとそんなに問題はない。なんかを翻訳したいならどうやってするべきだと思いますか？正しい翻訳し方とか。辞書を使うべきだと思います。辞書です。でも辞書が語彙だけではないですか？そうですね、基本的には語彙だから。あとはその高校生の時とかは文法書を使って文法、それは文法、それで文法を見て、もう一個は単語を調べて、でこうやって単語と文法をくっつけてセンテンスを作って辞書。けどやっぱり最近だともう重くてかさばるし、ちょっと辞書自体はあんまり持ち歩いてないです。携帯で調べちゃうんで。私はその翻訳じゃなくてハイネイティブ、オンラインでその直接人に聞くタイプの翻訳のアプリがあるんですけど、すごいなんかためにもなるし、人と人となんで、結構 うまく翻訳してくれると。そう、なんかロボットじゃなくて本当人間なので、すごい表現とかもすごいもっとネイティブ、自然だし。日本語と英語は言語としては全然違いますね、はい、皮肉ってこととか、うん、強く訳にしにくいですね、うん。どうやってこの問題を切り抜けられると思いますか？そういう冗談とかことわざとか、そういう皮肉とかは、うん、なんか直接ハイネイティブとかでもいいけど、なんか人に聞いた方がいいかもしれない。 Google で翻訳アプリじゃなくて、ひたすらイディオムみたいな検索して、一番自分が考えてる文章に近いのを探す。 Google 翻訳アプリはそんなに良くないと思う。バックグラウンドとかその例文とかも全部出てこないし、うん、パキッとそうですよって出てくるだけで、なんでですかとか、うん、由来とかも分かんないし、そこ以外だったら友達に聞くとか。なんで Google 翻訳みたいなものは効率的に皮肉を翻訳できないと思いますか？人間じゃないからでしょうね。ロボットだし AI だし、そういう冗談とか人のその裏背景にある感情とかはさすがにそこまではつかめきれないと思うので、うん、日本語で絶対に翻訳できない文章、冗談とかあると思います。あると思います。例えば聞きたいです。暇を潰す、私の日本の学校では暇を潰すっていう風に訳されるんですけど、そのオンラインの辞書には時間稼ぎをするっていう風に出ていて、なんか私的には時間稼ぎと暇つぶしってなんとなくちょっとニュアンスが違うと思う。なのでなんかそういうところとかがオンラインのその翻訳機では出せないんじゃないかな。私とか僕とか俺とかそういう一人称は英語にすると1個だけだから、その日本語特有の。よく言われてるのが木漏れ日って知ってます？日本語直訳ができない。何だったっけ英語で。The light which is reflected from the shade through the leaves。 そう、確かそんな感じだった。長い。そう、日本語は丁寧語とか、うん、いろいろ種類あるけれど、やっぱり英語はそもそもそんなに、まあ、敬語はあるけれど、うん、日本語よりはそんなに硬くはない。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。